ここに名もなき巻物あり。うちに記すは未だ結びの見えぬ物語。その顛末に望む意志あらば、己が手を持って開封せよ。汝が意志見届けたりならば、伝え聞かせよ。これまで続く忍びの歴史を。終わりなき戦いの連鎖を。創世に始まり、大月を経てもなおやむなく続く連鎖がある。忍びとなり、一族となり、人となった意図まですら、戦乱は絶えることなく、なおも高ぶり、そして憎しみは広がる。行くぞ。反強くて、かの二人もついに立ち、戦い続けた。畳みかける。受けてみよう。木刀一つ受かり、口寄せの術。やはり貴様との戦いは心を奪う。まだな、お前は。もっと俺を楽しませろ。あまりにせん。踏み込み足りん。あまりにせん。畳みかける。受けてみよう。遅い。受けてみよう。そうだ、受けてみよう。樹木ごときで封じ込められると思ったか。あれは草の。本気で来い。出なければつまらん。受けてみよう。当たらんな。ここで叩く。そんなままくらでどうするつもりだ、柱間。ん？行くぞ。燃えるな。当たらん。行くか。行くか。くらえ。これで少しはおとなしくなろう。せっ。ただ。さろう。手をこまねいているだけでは俺には届かんぞ。受けてみよう。受けてみよう。お前にこれを止められるか。手をこまねいているだけでは俺には届かんぞ。もう来たか、柱の。
備。やれ。北斗、北人の術。サノオ、お互い温まってきた頃だ。ああ、勝負。これだからやめられんのだ。貴様との戦いはこうなったら決めるしかない。まだ、お前のキュービと俺の木人、どちらが上か決着をつけるぞ。思うところだ。はっ、行くぞ。これはどうする。柱前よ。だが、まだ終わりではないぞ。だが、この余興はまだ終わらせん。これでどうだ。消えろ、柱間。
先鋒モクトン神数戦術闘争は終わらない。なおも忍びは戦い続ける。己の信ずる道を歩むために。時は進む。されども戦いの連鎖は終わることなく、なおも熾烈極まる忍界で、二つの影が道を歩む。果たして彼らが目にするもの、そして導き出される新たな道とは。辞書、総決の章。この世界は終わらせる。火の国は木の葉隠れの里。そこに里の長穂影になることを夢見る少年渦巻ナルトの姿があった。かつて里を襲った美獣キュービの妖子をその身に宿すも、己に備わる強き意志を持って成長の道をひた走る。しかし
忍界は混迷を迎えていた。暁を名乗る組織が九尾を含む九体の美獣を回収せんがため忍界に対し宣戦を布告。大戦の炎が放たれた。ひとたび放たれし炎はとどまることなく燃え盛る。されど渦巻きなるとはただまっすぐ新しき絆とともに先だけを見据え叫びたける。叫びは広がり、まるで呼応するようにあまたの仲間たちは大地を蹴った。ナルト、戦い続ける彼がために、この世界にもはや意味はない。ここで外道魔族だと。まさか休め始めるつもりか。ここからは狂乱の時間だ。天地避ける方向は終わりを告げる合法となりて、忍界をかけた戦いはまさに最終局面を迎えんとしていた。ここより極限を超えた死闘が始まる。世界にはもはや希望も未来も名のある英雄もいらないのだよ。現実は終わり、あるのはただ無限に続くたった一つの終わりなき夢。俺には父ちゃんがいた、母ちゃんがいた、エロ仙人がいた。ガキは英雄に憧れるもんだ。だから俺は迷わねえで突っ走れる。俺はどの先代も超えるほかげになる。それが俺の夢だ、バカ野郎。返してやる。アズマ、これは美獣惑星螺旋手裏剣。それ、あのデカいのをぶっ潰す。それで終わりだ。もううまくいくか。やはり強いな。カズ、どうする。ずっと引っかかっていることもある。引っかかっていたぞ。まだ確認されないが、やつの術だ。それの可能は同じものかもしれない。なんだと。やるな。二つが同じ術なら、それを作り出す人間も同じだとすれば、それで生じる時空間を生み出す。それを利用すれば。待って、すぐに無限の夢へ連れて行ってやる。俺たちは眠くなったら眠る。そんで好きなだけ夢を見る。アーサマ、これは。てめえを倒してこの戦争を終わらせる。美獣惑星螺旋手裏剣。進化。うわ、限界のようだな、カカシ。まだだ、美獣の番。少し遅い。
無駄なことを。バカな。もう逃げらんねえぞ。そうか。さっきの影分身は俺の攻撃じゃなく、奴のカムイで消したのか。カカシめ、俺との空間がつながっていることに気づいて。てめえは誰だ！お前は。